んにちは、ナナミ12000です。今日はですね、ちょっと湖西の方まで来たんで、久しぶりにオレンジロードを走って帰ろうと思います。オレンジロードスタートしました。いや、気持ちいい。ちなみに最近買ったジーパン、ユニクロで買いました。そしたらなんか思いのほか裾がストレートすぎてブーツインしております。これがね、このジーンズがね、意外と履きやすくてね、気持ちいいっすね。ちなみに今 GoPro 給電しながらの撮影をしております。給電しながらというか、線つなぐとあれみたいですね、その充電量をキープ、増えることはないけど電池切れになる心配もないと。ただこれね、ちょっと癖があるんですよね、これ、撮影開始してから充電開始とかしないとなんか厄介みたいですね。うまくいかない時があると。ちなみに最近あの GoPro 10 が出て、みんな買うんですかね。ちなみに今使ってるのは GoPro 7 で、1回壊れて修理に出して、まだ使っております。GoPro 10 もね、買おうかなっていう気にもなるんですけど、ちょっと微妙なんですよね。あそこまで必要かっていうとこがあるんですよね。多分弱小 YouTuber にとっては そこまでこだわったカメラを使っても、ただただオーバースペックなだけで、もう前にあるのが天名湖ですかな。綺麗ですね。そこになんかちょっとした展望台みたいなのがあるよね。いいんですよね。すごいね、まっすぐ。いい道ですわ。涼しい。
が多いと思ったらネットだった。展望公園って書いてあったな。ちょっとそこ行ってみたいね。ちょっとね、さっき看板で奥浜名湖展望公園なるものがあったんで、そこに行ってみ、立ち寄ってみたいと思います。奥浜名湖展望公園2キロ、はい、ちょっと行ってみます。だけど、果たしてバイクで行けるのか。ちょっと不安ですが向かいます。はい、大丈夫そうだな。すげおお、なんかほんと東屋かなんか作っちゃったんかな、はあ、パルパル遊園地も見える。
レンジロード復帰です。いやー、なかなか良かったな。そうだな。くれたのか、用事があったのかは分かりませんが、ちょっとこのなんちゃら展望台ってとこに行ってみたいんですよね。おそらくこれをね、左なんですよね。オレンジロード的にはまっすぐなんですけど、ちょっと行ってみます。ちょっとこれ行けるんかな。これちょっと怖いね。やめとくか。な、あれごと崩れそうだもんな。この辺止まってる車は何なんですかね。ここか。大丈夫か、これ。あ、そうか。すごい、すごいな。ちょっとこれ写真撮らせてもらおうかな。怖えな、知らずに行って地面ごとずさーっと落ちたりするやついねえのかな。もう
の展望台は歩いていかんといかんってことか、おそらくね。いやー、戻ってきました。ここで終わりじゃない？はい、オレンジロード、おそらくここで終わりと思われます。龍ヶ城か、おそらくこれでオレンジロード全て制覇できたと思います。いやー、意外と楽しかったですね。もっとすごいいい場所が、いい景色があるかもしれないですけどね。ということで、もし興味があればチャンネル登録していただけると喜びます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。